メジャーリーグファンの皆さん、こんにちは。今日はここドルフィンズスタジアムからフロリダマーリンズ対ニューヨークメッツ3ゲームシリーズ2日目ゲーム2の模様をお伝えします。実況は私谷口博明でお送りいたします。マーリンズのスターティングピッチャーはメジャー3年目のミトレ、メッツのスターティングピッチャーはサウスポーのグラビー。さあプレーボールです。さあ1回の表の攻撃はメッツ、先頭バッターはレイエス。チェンジアップ打った、一二塁間抜けるラインドライブ、これはヒットになります。そして次のバッターは松井和夫。ストライク決まった、ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクからスラーブ打ちました。さあこれはどうだ、取れるか、カブレラ前進してくる、おっとラッキーなヒットになった、セーフ。この場面で流し打ちの鋭いバッターライト、メッツいきなり先制のチャンスを迎えています。まずは一塁牽制、一塁牽制、初球打ち上げました、打球はセンター浅いフライだ、アバークロムビー前進してる、抑えた、ライトセンターフライに終わりました。バッターは4番ベルトラン、ここはランナーを返したいところ。一塁牽制、インサイドコーナー打った、一二塁間、ボールを取って二塁送球、二塁アウト、メッツ早くも先制。次のバッターはデルガド、メッツ1点先制しています。まずは一塁牽制、内野は深めの守備位置。さあ1球目ストライクから、これはボール、ツーアウトランナー一塁、一塁牽制、ベルトラン飛び出している、二塁タッグアウト、ベルトラン牽制でキックオフされました。1回の表が終わって1対0メッツ先制点を挙げています。1点を追いかけますマーリンズ。さあまずは1番アギラ、注目の立ち上がり、打った初球打ち、ファール。さあ1球目ファールから、これは見送ってボール、ボール。さあ4球目フルスイング空振り。さあ追い込んでインサイド引っ張った、グーンとレフト線、どうだ、ヒットになった、打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、二塁タッチはセーフ、セーフ。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。まずは1球目インサイド引っ張った、切れていきます、ファール。さあ初球ファールからスライク、チェンジアップ、バッター追い込まれた、変化球ボール、外角高め、ボール外れた。さあ追い込んで打ちました、セカンド横跳び、これもヒット、アギラ三塁回った、いいボールだ、セーフ。マリンズあっという間に追いつきました。バッターはジェイコブス、初球引っ張った、これは右へ切れていきます。さあ初球ファールから空振り、フルスイング、バッター追い込まれた。さあ追い込んでから引っ張った、ライト線フェアになった、ライト線ヒット、長打になりそうだ、一塁ランナー三塁へ向かう、三塁セーフ。今シーズンは好調なバッティングを見せるカブレラ、犠牲フライでもランナーを返せる場面、現在17試合連続安打を記録しています。二塁送球、二塁アウト、一塁もアウト、ダブルプレイ。さあ勝ち越しのチャンスにバッターヘルムス、カーブは空振り、カットファースト外れてボール、内角低め打ちました、キャッチャー落下点、がっちりと掴みました、3アウトです。1回の裏が終わって1対1マーリンズ、この回1点返して同点としています。これから攻撃に入ります。メッツ、この回のトップバッターはデルガド、外野は長打を警戒します。速球決まってストライク。さあ2球目。チェンジアップ打った。ショート抜けた。ヒット。打球は左中間に転がっている。バッターランナー1塁蹴って2塁へ。さあ勝ち越しのチャンスにバッター、フロイド。外野は深めの守備位置。右中間に打球が飛んでいます。これもヒット。
いいボールだ、セーフ。メッツ1点リードを奪いました。このところヒットが出ていないディアス、まずは1塁牽制、ストライク決まった。さあ1球目空振りから、低めわずかに外れてボール。そして3球目スライダー見送ってストライク、ピッチャー追い込んだ、カットボール打った、ショート取った、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレー。続くバッターはアストロ、シンカー決まった、ストライク、ワンストライクノーボール。さあ初球ストライクから空振り。さあ3球目伸びのあるストレート、アストロ三球三振。2回の表が終わって2対1メッツ1点勝ち越しです。1点を追いかけますバーリーズ、先頭バッターは6番アバークロム、初球引っ張った、ボールを取って1塁へ、アウト、ワンアウト。アバークロムビー内野ゴロに倒れました。空振り、フルスイング。第2球は変化球、ボール、低めのダウンステア、打った、バットのやや根元。松井和夫足が止まって構えた、取ってアウト、ツーアウト。ウィリンガムセカンドフライに倒れました。打った、バットのやや根元、レイエスゆっくりと構えた、掴みました、最後はショートフライに打ち取られました。2回の裏が終わって2対1メッツ、1点リードは変わりません。これから攻撃に入るメッツ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャーグラビン、1・2塁間、セカンド取った、アウト、ワンアウト。グラビン内野ゴロに終わっています。前の打席でヒットを放っているレイエス、空振り、打ちました、バットの先、内野フライ。ウグラゆっくりと構えた、セカンド取りました、ツーアウト。レイエスセカンドフライに倒れました。高い球打ちました、セカンドゴッドビー、センター前ヒット。バッターはライト、第1打席はセンターフライ、外野は長打を警戒します。ボールを取って2塁へ、セーフ。そして2球目シンカー決まった、ストライク、ワンストライクワンボール。アウトサイド打った、セカンド取れない、センター前ヒット。松井和夫三塁回った、メッツさらに1点追加、ライトセンター前タイムリーヒット、ボール。さあボールワンから一塁ランナー走った、三塁線転がした、サード取った、一塁アウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって3対1メッツ、この回も1点を追加しています。2点を追いかけますバーリーズ、先頭バッターはピッチャーミトレ、真ん中打った、打球はセカンドの左、一塁へ、アウト、ワンアウトです。ミトレセカンドゴロに倒れました。そして次のバッターはアギラ、現在首位打者争いの2位につけています。決まった、ストライク、初球まずは入れてきました、ボール、カーブ外れました、直球打った、レイエス掴みました、ツーアウトです。アギラショートライナーに終わりました。今日ヒットを放っているウグラ、アウトサイドコーナー見送ってストライク、ワンストライクノーボール、これはボール。チェンジアップ打った、ショートの頭を越えた、ヒット、ウグラ2打席連続ヒット。さあツーアウトからのランナーが出ました、空振り、フルスイング、打ちました、バットの先、内野フライ。グラビン足が止まって構えた、掴みました、スリーアウトチェンジ。ファーストランナー残塁。3回の裏が終わって3対1メッツ、2点リードは変わりません。試合はこれから4イニング目に入ります。これから攻撃に入ります。先頭バッターは5番デルガド、現在打点ランキング5位につけています。シンカー落ちました、ふわっと上がった打球、さあどうだ、落ちました、ブルーパーヒット、二塁へ、二塁セーフ。さあ追加点のチャンスになったフロイド、内野は深めの守備位置、
さあ初球ストライクから、あっとワイルドピッチ。第3球は外れたボール、ワンストライクツーボール。メッツここまで7安打打った、鈍い当たり、内野フライ、これは上がりすぎたか。セカンド落下点掴みました、ワンアウトです。フロイドセカンドフライに倒れました。さあ追加点のチャンスにバッター、ディアス。メッツここまで7安打、初球打ち引っ張った、サード真正面、一塁アウト、ツーアウト。ディアス内野ゴロに終わっています。さあ追加点のチャンスにバッター、マストロ。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。さあ1球目ストライクから、内角外れてボール、ワンストライクワンボール。そして3球目空振り、バッター追い込まれた、高めったラインドライブ、アギラ前進してくる、ヒット、メッツリードを3点に広げました。カストロレフト前タイムリーヒット、メッツここまで8安打、高い球ったセンターの前、どうだ、ワンバウン、これもヒット。さあ追加点のチャンスにバッター、レイエス。チェンジアップ打ちました、取りました、これで3アウトチェンジ。4回の表が終わって4対1メッツ、この回も1点を追加しています。3点を追いかけますマーリンズ、現在首位打者のカブレラ、ヒットの数では現在両リーグトップに立っています。さあ2球目、低めの球空振り、ストライク決まった、速球打った、ベルトラン掴みました、ワンアウトです。カブレラセンターライナーに終わりました。バッターヘルムス、第1打席はファールフライ、チェンジアップ外れました。さあ1球目ボールから、ボールカーブ外れました、ストライク、チェンジアップ決まった。さあバッティングカウントから、打った、一二塁間抜けるラインドライブ、ヒット。さあワンアウトからのランナーが出ました。バッターはアマークロボリー、最初の打席はサードゴロ、ボール外れた。さあボール1から、低めわずかに外れてボール。さあ3球目、カットボール空振り、ワンストライクツーボール、一塁牽制、一塁牽制、ランナー戻っています。さあバッティングカウントから、流し打ち、ライト線に打球が飛んでいますが、これもヒットになった。アバークロムビー、これで2打数の1安打。マーリンズここまで6安打、低めやった、センターへのラインドライブ、ベルトラン前に出る、これもヒットになった。ウィリンガム、これで2打数の1安打。マーリンズここまで7安打、内野前進です。掴みました、ツーアウトです。グラビンファールフライに打ち取りました。バッターボックスにはピッチャーのミトレ。マーリンズここまで7安打、チェンジアップ打った、センター前落ちるか、これはヒットになります。ホームイン、マーリンズ2点返しました。打順トップに帰って、アギア、マーリンズ同点のチャンスを迎えています。ライナー二遊間抜けだ、これもマーリンズ再び同点に追いつきました。アギラセンター前タイムリーヒット、マーリンズ打線爆発、インサイドコーナー見送ってストライク。第2球はストライク、チェンジアップ決まった。さあ追い込んで、これはバットの根元、ショート左への打球、一塁アウト、スリーアウトです。4回の裏が終わって4対4マーリンズ、この回3点返して同点としています。これから攻撃に入るメッツ、この回は上位打線から始まります。なかなかのバッティングを見せます。松井和夫、左バッターボックスに入りました。ボールを取って一塁へ、アウト、ワンアウトです。松井和夫ピッチャーゴロに倒れました。まずは1球目、外野は深めの守備位置、初球打ち上げた、切れました、ファール。さあ1球目ファールから、打った、ファールボール。さあ追い込んでから、見事なピッチングです。そして次のバッターはベルトラ、左バッターボックスに入りました。初球から打っていった、ファールフライになりました。ピッチャー落下点、ミトレ取りました。最後はピッチャーフライに倒れました。5回の表が終わって4対4、現在同点です。
これから攻撃に入る。マリーさん、今日ヒットを放っているジェイコブス。真ん中打った、右中間へ、ライト交代、越えた、打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、セーフ。マーリンズ勝ち越しのチャンスを迎えます。マーリンズここまで10安打、チェンジアップ空振り、チェンジアップ外れました、外れた、ボール、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントになって、チェンジアップ空振り、ノーアウトランナー二塁、低めの球打った、ライナーセンターへ、ワンバウン、これもヒット、カブレラ今日初めてのヒットになりました。フルスイング空振り、外角低め打ちました、勢いのない打球、これは落ちるか、取りました、ワンアウトです。ヘルムスセカンドフライに倒れました。まずは一塁牽制、内野前進です、外角ギリギリいっぱい、ストライク、一塁牽制。さあ追い込んでから、打った、飛びついた、ライト線フェア、ライト線転がっていった、マリンズ勝ち越し、タッグアウト。さあ追加点のチャンスになった、ウィリンガム、さあワンボールから、インサイドコーナー打った、三遊間、飛びついた、一塁へ、マリンズさらに1点追加、ウィリンガム、タイムリー内野安打。まずは一塁牽制、カットボール空振り、チェンジアップはボール、バットの先端、ショート正面、ショート掴んだ、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトチェンジ。前半終わって6対4、マリンズ2点勝ち越しです。試合は後半6回に入ります。2点を追いかけますレッツ、この回の先頭バッターデルガド、外のボール球打った、キャッチャー後方ファールフライ、ウィリンガム余裕があります、掴みました、ワンアウト、デルガドファールフライに終わっています。バッターフロイド、まずは1球目、外野は長打を警戒します、スライダーストライク。さあ1球目ストライクから、スラーブ決まってストライク、ツーストライクノーボール、内角ボール保った、右中間詰まっている、カブレラ前に出る、カブレラ掴みました、ツーアウト、フロイドライトへのフライに終わりました。ここでタイムを取りました。マーリンズピッチャーを変えてきます、ミトレマウンドを降りまして、ボウヤー今日2番手としてマウンドに上がります。ストライク、初球まずは入れてきました。さあ2球目、高め判定はボール、さあ3球目、ストライク、チェンジアップ決まった、ピッチャー追い込んだ、空振り三振、ディアス、スイングアウトの三振に倒れました、最後は空振り三振に打ち取られました。6回の表が終わって6対4、マーリンズ2点リードは変わりません。これから攻撃に入ります。マーリンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャーボウヤー、これは内野フライ、これは上がりすぎたか、ピッチャー落下点取りました、ワンアウト、ボウヤーピッチャーフライに倒れました。ここでタイムを取りました。メッツピッチャーを変えてきます、はい、マウンドに上がったのはパディエ、今シーズン29試合目の登板、ボウイスライダー外れました。さあワンボールから、スプリットフィンガー外れてボウ、スライダー打った、ラインドライブ、ワンバウンヒット、アギラ2打席連続ヒット。さあワンアウトからのランナーが出ました、打った、バットのやや根元、ショート取った、セカンドフォースアウト、一塁アウト、ダブルプレー成功、スリーアウトチェンジ。マリンズ追加点のチャンスを逃しました。6回の裏が終わって6対4、マリンズこの回0点に終わっています。試合は終盤7回に入ります。2点を追いかけます、メッツ今日ヒットを放っているカストロ、まっすぐ決まったストライク、さあ1球目空振りから、速球打った、右中間へ、取りました、ワンアウトです。
パストロ、ライトへのフライに終わりました。ここでタイムがかかります。メッツ、ライダーを起用してくるようです。はい、ピンチヒッターはネイディ。速球打った、飛びついた、ショート右、抜けた、センター前ヒット、アバークロムビー、ずっと追っていく。アバークロムビー、ボールを掴んだ。ここでタイムです。さあここはダイソーを起用するようです。バレンティン、二塁に入りました。メッツ、ここまで10安打、決まった、ストライク。さあ初球ストライクから、これは見送ってボール、ワンストライクワンボール、外れた、ボール、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントから、速球決まってストライク。さあ5球目、チェンジアップ打ちました、内野へポップアップしてしまった、ピッチャー落下点、掴みました、ツーアウト。ゴーヤー、ピッチャーフライに打ち取りました。さあ1球目、スライダー決まってストライク。さあ1球目空振りから、これはボール。そして3球目、アウトサイド速球ボール。メッツ、ここまで10安打、空振り。さあ追い込んでから、ストライク、空振り三振。松井和夫、スイングアウトの三振に倒れました。二塁ランナー残塁です。7回の表が終わって6対4マーリンズ、2点リードは変わりません。パディーヤ、マウンドを降りまして、サンチェス、今日3番手としてマウンドに上がります。初球から打っていった、ファール。さあ初球ファールから、ボール球手を出した、キャッチャー掴んだ。さあ追い込んでから、ボール外れました。伸びのあるストレート、まずは先頭バッターを三振に切って取りました。ナショナルリーグ OPS トップのカブレラ、ヒットの数では現在両リーグトップに立っています。ライダー右中間へヒット、カブレラ一塁回って二塁へ、二塁タッグアウト。バッターヘルムス、今日はここまで3打数1安打、ボール、スライダー外れました。そして2球目、スライダー打った、ピッチャーの左、これは取れない、抜けた、センター前ヒット。さあ2アウトからのランナーが出ました。今日はマルチヒット、アバークロムビー。まずは1球目、カーブ決まってストライク、二塁送球はどうだ、間一髪セーフ。そして2球目、空振り、フルスイング、バッター追い込まれた、1球外してボール。そして4球目、空振りストラックアウト、アバークロムビー、スイングアウトの三振に倒れました。7回の裏が終わって6対4マーリンズ、無得点で終了です。ここでタイムです。マーリンズピッチャーが変わるようです。マウンド上はバンプ、今シーズン27試合目の登板、外れた、ボール。さあボールワンからインサイドついてボール、空振り、フルスイング、第4球はボール、速球打った、これは大きい、センター下がった、掴みました、ワンアウト。ライト、センターフライに終わりました。そして続くバッターはベルトラン、左バッターボックスに入りました。ツーシーム打った、アバークロムビー前進、取りました、ツーアウト。ベルトラン、センターフライに終わりました。今日マルチヒットのデルガド、現在打点ランキング5位につけています。低め打ちました、キャッチャー後方ファールフライ。さあ1球目ファールから、アウトサイド打った、よく取った、ボールを取って一塁送球、最後はグランドボールに打ち取られました。6対4マーリンズ、2点リードは変わりません。これから攻撃に入ります。マーリンズ、今日マルチヒットのウィンガー、真ん中打った、ファールフライになりました。キャッチャー落下点、掴みました、ワンアウト。
サンチェス、ファールフライに打ち取りました。バッターはラミレス。今日はここまで3打数ノーヒット。外角高め打った、二遊間抜けるラインドライブ、ヒット。ラミレス初安打。ここでタイムを取りました。マリンズ代打を起用してくるようです。はい、ピンチヒッターはトレーシー。初球打った、センターへ持っていった。ワンバウンド、ツーバウンドしてヒットになる。一塁ランナーセカンドキャンバス蹴って三塁、二塁タッグアウト。今日ヒット3本のアギラ、現在首位打者争いの2位につけています。マリンズ追加点のチャンスを迎えています。掴みました、スリーアウトチェンジ。三塁ランナー残塁です。8回の裏が終わって6対4、マリンズこの回0点に終わっています。ここでマウンドに上がったのはゴロウスキー、今シーズン28試合目の登板。内野は深めの守備位置。勢いのない打球、これは落ちるか。センター前進、落ちました。ブルーパーヒット。ここでタイムです。さあここはダイソーを起用するようです。はい、ピネダ一塁に入りました。内野は深めの守備位置。一塁牽制。さあ初球空振りから、内角低め打った、掴みました、ワンアウトです。今日ヒットを放っているアストロ、まずは一塁牽制。打ちました、レフトの左、レフト落下点、取った、ピネダ飛び出している、一塁セーフ。ここでタイムを取りました。メッツ代打を起用してくるようです。はい、バッターは代打ドデューカ。縦のスライダー打った、ファールボール。さあ初球ファールから、縦のスライダー見送ってストライク。さあいよいよあと1球。さあ3球目、あっ取った、ライダー1、2塁間抜けた、ヒット。ここでタイムです。さあここはダイソーを起用するようです。はい、ウッドワード1塁に入りました。インサイド引っ張った、ファースト左、一塁アウト、ゲームセット。マリンズ見事勝利を収めました。さあ今日の試合をハイライトでご覧ください。勝利を収めました。実況は谷口博明でした。またお会いしましょう。